お待たせいたしました。ザン企業リーグ4試合目の模様をお届けしたいと思います。本日の試合の実況は私カジノブ所属リョーテルと、はい、いつもおなじみのワセリンです。よろしくお願いします。そろそろ顔になってきましたね、はい、もう僕も何回あの解説したかも覚えてないぐらいになってきましたねそろそろね、はいはい、まあ、これからもどんどん解説してもらいますので、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、それでは第4試合対戦カードのご紹介と選手の入場になります。まずはチーチャースタート、合同会社ザンより桐生隼人選手。地面がかっこいいですね、桐生隼人。そうですね感じの、はい、続きましてなんちゃスタート、アルタイルジャパンより藤原ニコ選手。桐生さんと含めてこの2名は初登場ですね。そうですね、うん、さあそして最後、梅田健康麻雀2枚目より麻雀警察広尾選手。お、今日も敬礼のポーズを。はい、あの、うん、警察のユニフォームじゃないんで、なんで敬礼してるのか分かんない感じしますね。確かに確かに、思いっきりも麻雀警察ってプレートには書いてあるもんね。はい、以上の3名での対局となります、はい。やった、カジノ、酒、女、パチンコ、スロット、麻雀、競馬、競艇、BJ、ポーカー、バカラ、バカラ、海外カジノを中心としたギャンブル系コンテンツを YouTube やブログで無料配信中。全国のギャンブラーよ、カジノ部へ急げ。まずは概要欄へ急げ。企業リーグ2022年毎週水曜日曜放送中です。見てください。見てね。それではザン企業リーグ第4試合対局開始してください。指令して対局始まりました。チーチャースタート桐生隼人選手、トイン局ドラワローピンになります。桐生選手花1枚、うん、桐生さんとね、隼人、桐生さんと隼人さんでした。桐生さんとニコさんはね、今回初めての対戦みたいな感じなので、初めてというか、はい、今回初ね対局に出てきたので、そうですね、あとどういった感じで打つのか楽しみではありますね。はい、まあ、あ、前の試合でも結構ありましたが、一ワンチャンでも結構選手の打ち筋の特徴とか分かったりして面白いですよね。面白いですね。3人打ちはやっぱり そこまでね、要素がないですからね。4番みたいにめっちゃ泣く人がいるわけでもそんなないですし、ここポンするかチーするかみたいな判断がね、割れづらい部分があるので、うんうんうん、まあなんか、まあでもその中でも各々個性を見せて言いますか。そうですね、はい、やっぱ基本的なね、4番の押し引きパイ入りなんか、そういったのが凝縮されてる感もありますよね、3人打ちは。そうですよね、ワンミス致命傷ですからね、うん、ワンミス致命傷です。はい、桐生選手が初をポンしてピンズで一面つできました。はい、イーシャンテンです。一応うっぱそ二度系の、はい、イーシャンテンですね。はい、麻雀警察がチューンを統一に、1枚チューンは出ているか、うん、まあ1、そうだな、打点自体はね、隼人さんないんで早めに上がりたいですよね。さすがに親とはいえども、この形とか、まあ、テンパったとしてもやっぱりリーチがね来ちゃうと割かし厳しいですよね。そうですよね、このぐらいの打点だと。花1枚でドラのローピンも持ってないので、ちょっとブー悪いですよね。悪いですね、はい、早めに上がりたいところ。お、藤原選手イーシャンテン、両層の方から切りましたね。そうですね、三層が2枚見えてるので、換算造形嫌って、まあ、ちょっとより良い安牌としていい層を残しましたね。はい、おっと、これを重ねた、重ねてどうするか、ローソースーソーといきましたか。役割のイーシャンテンに構えます。はい、はい、これパーソーが2枚出たので、キリュウさん的にはまあ、ウッパスを先引いて急走シャアのシャンポンでも全然いいと思ってるでしょうね、もうね。あ、ウーパーソーがどんどん切れていく、うん、ウーパーソーが間に合うか、また出そう。また出そうです。これこれきつい。4枚見えてますね、目に見えて。はい、残り4枚がどこだどこだってなってますね。うん、ただ、まあ、4枚見えてるけど、みんなそんな想像はいらなそうなんで、山に水5枚目いきますよ。はい、5枚目です。うわうわ、まあ、大変なことになってる。
ただ現実は5と8が1枚ずつ残っているので、まあそうですね、はい、転敗したり上がれたりする可能性はゼロじゃないですけど、まあ言って2枚ですからね、気分は良くないですよねこんなに安いのに2枚ですからね、はい、ソースが。さて藤原選手、チートイツのいいシャンテンです。そうですね、チートイツのいいシャンテンですが、そのチートイをテンパった時に切り出す牌がキリュウさんに切りづらすぎますね、うん、スーピン、ウーピン、チーピンのどれかを切らなきゃいけないので、チートイに貼った時、うん、どちらかというと3ピン現物なんでペーポンしてペンチーピンでとりあえず待ちたいとは思ってるとは思いますね。あ、そうか、メンツでもいいシャンテンなんですね、うん、メンツでもいいシャンテンです。これだとまあ3ピンが現物なのでリスクを犯さずに、そもそも多分ペンチーピンに感触はないと思うんで、うんうん、リスクをと、お、引きましたよ。引きました。最後、いい方のテンパイなんじゃないですか、これ。急走とシャア。今の嘘、リアル最後でしたね。これ、振り返るか。振り返、老僧の方が実は安全か。今、チーソー照らし入ったんですよね。そうですね。なんで、6急走がちょっと嫌っていうことで、やめた。はい、切りました。はい、急走論ですからね。急走論ですね。警察、この辺の嗅覚は鋭いか。さすがですね、警察。警察の嗅覚はいいんでしょうね。警察の嗅覚はやっぱ鋭いですね。さ、うん、て、うん、ペン、うわー、これ切りづらいな。これはいった。お、行きましたね。すごい牌切っていきましたね。これびっくりしますよね、突然ね。これは桐生さんも絶対まあこれテンパイだなと思ってるでしょうね。そうですね。うわ、来たかと。うわ、自分切れないな、この赤ウピン。結構濃いところではありますが。濃いですね、うん、一応ピンズとソーズ上目は町として残ってるからかな。おっ、はい、これね桐生さんね、数ピンを切りづらいんですよ。押されちゃったんで赤ウーピン、これテンパイだろうと思ってるんですよね。さあ最後の花が積もった、素晴らしい積もイーペーコー赤花マンガンまで伸びました。はい、積もイーペーコー赤花マンガンですね。はい、これ僕上がれてないですね。僕ウーピン押せないもんな。これは人によって結構上がれてる人、上がれてない人結構いると思います。はい、あの順目のウーピン押せない人多いと思います ね、うん、手順自体が違う人もいそうですし、うん、なんかいろいろあって面白い一曲、見返した一曲だなって感じはしました。さあトン2曲、藤原さんの親番になります。ドラがイソイソですね。藤原さんサウスポースですね、左利きの方ですね、うん、なんか左利きの方って結構その天才型といいますかっていうイメージが勝手にあるんですけど、あ、まあ、そうですね、なんかボーリーグの棒方しかり左利きの人はなんかしっかり押すイメージですね。すごい偏見かもしれないですけどはい、うん、全体的に、まあ、ハイパイ自体はそんなね、まあここがちょっとニコさんが若干いいぐらいで、うん、他はちょっと遅めですね、はい、遅めですね、うん、桐生さんが、あ、3ピン積もいいんじゃないですか。いいですね、3ピン積もったら、3ピン積もかなりなんか発展しましたね、うんうん、これ多分1番手になりますね。1番手ですね、ええ、ここもチーピン入れて形は良くなりましたが、まだ厳しい。はい、はい、親番の藤原さんも一歩ずつ手を進めていきます。警察シャア重なりましたが、これおたかぜなんですね。そうですね、ただシャア2枚切れでこのぐらいの手だとね、あのシャア落としやすいので、うん、まあ悪くはないじゃないですか。頭にも使えるし安牌候補なんで、うんうん、もうちょっと手が良かったらね、そのシャアをアンコにできないっていうデメリットの方が勝つと思いますけど、はい、あの手だったらまあそうですね、こういう風にまあ、シャー頭で安全確保しつつ、まあ、テンパしたらいいなみたいな、うん、メリットが少しあるので、うん、まあ悪くはない気がします。これパッキューソーですか。これでイーシャンテンになりました。初のポンテン取れますね。はい、まあ、元からイーシャンテンだったんですが、実装の色気の全然形が良くなりましたね、ええ、初のポンテンは取れるし、初はなんと全部生きてますね。はい、2枚山テンパイすれば実装待ちか。うん、これどうしますか。うーん、1、4、6どれか。そうですね、1はドラですね。1ドラなんで、まあ、4、6から選ぶのが普通ですね。はい、どちらを見るか、かはじーっと見てますよ。そうね、まあ、4と6差がなさすぎてちょっと分かんないですねどっちがいいかは、はい、まあ五分五分くらいだろうとですね、はい、どっち切っても良さそうな気がします、うん、あ、大変失礼しました。五分五分、まあでもね、確かに五分五分のような気はします。そうですね、多分、うん、あの
ちゃ細かい比較をすると優劣あるのかもしれないですけど、なんか AI とかに聞いたら、そうですね、細かい比較あるんでしょうけど、パッと見五分ですね、うんうん、まあ結果論で片付けていいレベルですかね。そうですね。あ、両面変化しましたね。一応数素切りますか、うん、はい。ロウソウはね残してても2個さんには切りやすいですよね。3と9切られてるんで、ここそうです、こういう風に2個さんからリーチが入っても、いわゆる667と持ってた6はまあ切りやすい方なので、うん、はい、まあ残しておく価値はありそうですね。はい、ニコさんからスッチーソー待ちのリーチが入りました。スッチーソーはあの3枚切りの男がいましたね。そういえば 3枚切ってる人がいますね、はい、3枚先処理したとも言える、はい、ローソー切りですが、ローソーはまあ割かし通りやすいと、はい、まあ、実際に通りますね。キリリュウ選手追いかけました。リャンウピ待ち一発だ。そうですね、リーチ一発、ピンフ赤表裏花も2枚倍マン。そうですね、はい、倍マンの2枚になりますか。2枚、はい、一発裏、見事な上がりでした、うん、そうですね、うん、なんかどっちでも上がれてたけど、最後ローソー切ってリーチできたっていうのがなんとなくそのアンパイ残すとかそういう意味で、そうですね、結果ピンフもついて赤ウソも入って一発もついたので、はい、実はあれ裏目のことで3班上げてるんですよね、はいはい、裏目ったように見せかけて実は正解なんだぞ見てるかとスーパーですね、これ、はい、あ、これどうするんですか。あ、3ピンから親番麻雀警察。そうですね、これも相当チートイ好きですね、ヒロさんね、うんうんうん、でもさすがにこれはなんかメンツでも見た方がいい気がしましたけど、さすがにちょっとワセリン警察から、ワセリン警察的にさすがにこれはちょっとメンツで見たいですねあ、チートイシャンテンですよ、はい、チートイシャンテンです。だから本能チートイまでありますね、ウーピン切れば、はい、まあどうするか、ウーピン行くか Q1 行くか。 Q1 行きました、はい、Q1 まあ1枚切られたってのもあるでしょうけど、とりあえず Q1 行きました、うん、あとは3ピンウーピンするとかなりちょっと捨て牌が派手になりますね、はい、初手3ピン赤ウーピン切ってるとね、確かに何やってんだってなりますもんね一応球眼切っとくと泣いた後ね、例えばここからダブトンとかは泣く可能性あると思うんですよ、うんうん、その後の泣きやすさに割とちょっと差が出そうですね、うんうん、確かに自敗だなってなっちゃいますもんね。なっちゃいます、3ピンウーピンはなっちゃいます。さあ転敗しました。てか手代わりしてウソと初待ちのリーチ、はい、あー浮いているがどうだ。うーん、初ぐらい切ってもおかしくはないですね、まあ、まずはおたかぜのなんから、はい、次ですね、次切ってもおかしくないです全然、はい、うん、ウソ初は山には1枚だけ、ウーピン切れましたね。ウーピン切れたのは美味しいんじゃないですか。ウーピン切ってあれこれは何これ、これとりあえずウーピン切りますか、まあ、とりあえず切りますね、うん、ウーピンかリャンピン切りそうですね、はい、でポンしてリャンピンか初ですね、これもうね、うん、依然危ない。いやこれ相当出ちゃいますね、はい、うん、なんはポンできない、ないやつ、ラッキーです、ポンできない方がいいです、はい、ポンできるやつが出ると結構危ないですもんね。いや相当危ないです、はい、ポンしたらほぼ助かんないですよねこれ、うん、ポンして初は多分切ると思うんで、うん、一旦急走引いて、急走は勝負牌にするかもしれないですけど、初ぐらいは切りそうですよね、うん、ポンした後も折りやすいですから、そうですよね、ヒロさんの手は、はい、一旦切りそうなぐらい。あ、いいピン出たが、お、いいピンはポンしない、ポン、もポンできないですよね、うん、あ、チートに決めました、はい、チートに決めましたね。これ結構生き残るんじゃないですか。生き残る可能性あります。やっぱチーピンを引いてきたのがね、チートに決めさせましたね。2枚は押せないと、イーシャンテンから、うんうんうん、あー危ない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 、行ったー、行きました。初がロン、リーチ初、赤さん花、はい、裏ドラは何だろう、9万、ノラズレスが12000点、はい、素晴らしい上がりですね、はい、うん、最初ね観浪層で転敗してたんですよね。そうですね、かん、それを即リーチ行かずに、まあ、上がりやすそうな自敗待ちに変えてリーチ。そうですね、はい、やっぱ片割れの頭が初っていうのは大きいですよね。そうですね、はいはい、横に伸びるだけじゃなく、リャンソーが重なった時も手代わりになりそうなので。さあ難入しました、キリュウプロに親番が戻ってきま す、ね、ドラガッペ、うん、はい、いいですね、はい、ここもまあ悪くはないですけど、キリュウさんよりはちょっと取る感じですかね、うん、ここはまあまあ悪くはないですね。あ、いいですね、うん、はい、自敗切ってるうちにああいうのまとまることありますもんね。ここは桐生さんが一番良さそうですね。はい、シャイから切っていきます。花も2枚、キューピンが重なる、ニコさんが少しね手的には厳しそうですけど、急走切るかトンペ切るかで、トンからいきましたね。
はい、急走からの伸びも一応みたいな、ね、まあ一応ですね、まあ、一応ですね、うん、ただ多分大体急走、まあ、まあ切ることになりそう、なることの方が多そうですけど、まあ一応、まあ一応ですね。おお、一走が入った、急ピンですか、急ピンになりそうですが、です、ね、考えているということは、はい、9、はい、ピンになりました。くっつきみたいな感じですね。これは相当盤石ですね。広いですね、はい、ピンズが一数チーピン、パーピンとウッパーピンと、ソーズの3層のくっつき多すぎてわからん。まあ大体くっつきが天敗と言っていいでしょうかね。いい装引きだけどうするか非常に迷わしいな、悩ましいですね。それ以外は大体天敗取りやすいんですけど、いい装は、うん、その具形かつ寛容もつかなくてダマが効かないので、うん、言いそうだけどうするか見物、これはこれはテンパイ取りやすくあるですね、うん、まあ一旦取っとくのありですよね、一旦取りそうっす、リーチはないかな、うん、一旦取りそうですね、はい、そうですね、三蔵とウーソーのダマ点が入ります、これも高いですよ、はい、高いです、しかもこれねやっぱウーソー周りが伸びやすいのでいいですよね、はい、5678のノベタン系なので、うん、まあ両目に変わってリーチ、そうですね、行くもよし、ダマ点もよしと、はい、さあ、麻雀警察にもテンパイが入りました、リャンゾーローソーのシャンポン、ドラのペーポンでテンパイですね、まあ、ほんと仮点ですね、リャンソーはもう目に見えてなくてローソー短期ですね、2枚切れの2枚使いのローソー短期で今張ってるって感じですね、うん、すんごい上がれなさそうな気です、上がれなさそう、まあ、一応テンパイには取って、まあ総数どっかで、まあ、こっちもあれですね、総数横伸び行きたいみたいな、はい、うん、どっちが先に総数横伸びするかって感じになりそうですね、ニコさんはもうちょっと受けてますね、E ピン落としたあたりで、はい、まあ、はい、ドラポンも入ったしと、そうですね、親も花2枚だしと、この手からはちょっと押したくないなって感じですね、9番何個があるので、あ、伸びた、これでうっぱっそうですね、うん、うっぱっそうやばいっすよこれ、これ、あっといいと、いい方が入った、いい方が入った、これ5うっぱっそう結構出ましたからね、え、今の数層しか回避の範囲なくないですか、2層って1数層になるかとかですね、うん、それ振り点、あ、ごめんなさい、振り点ではないですね、失礼、失礼しました、リャンソー、そうか、まあ、リャンソー数層はで、まあ、ローソーとか、はい、急ソーとかチーソーとか全部うっぱっそうが出ていきましたね、うん、いい手があるんですよ、おー、切っていく、隣よ隣、隣だよ、どこ切ってんのよ、まあ、これは折りやすいですね、はい、はい、ニコさんはもう Q1 もやっぱ最後まで取ってるのが素晴らしいですね、うん、E ピンから抜いてしっかり最後に Q1 を取っておくと、はい、折り切れそうですね、はい、さあこのリャンウッパー層なんですが、実は実はなんですよね、リンがなくてはないですもんね、はい、5もないですよ、なるほど、8だけですか、はい、8が1枚勝負ですか、これそうですね、このリャンウッパー層オナテンの8枚8同士、はい、これはイーソー切りますか、3層現物です、ね、3層現物か、はい、はい、どっちが得るのか、パーソーを、はい、まあ、1枚とは言ってもね、3人打ちはワンパイがね少ないですから、うん、まあ、1枚あってもどっちかが上がる可能性はそんな低くなさそうですね、4人打ちに比べたら、 そうですね、そして今気づいたんですけど、白ポッチもしかして、あれ白ポッチの分キリュウさんめちゃくちゃ有利ですね、そうですね、これ結構有利ですね、1枚しかないのに、はい、キリュウさん2枚ですから倍増です、倍増、急に1対2になった。そしてこのリャンピンがちょっと押しづらい、押しづらいですね、花々リーチ、親リーチ、押しづらい、どう判断するか、非常に押しづらいですね、これ降りるのは何切るんですか、降りるんだったら3層ですね、3層、はい、一旦3層切って、はい、そうなんですよね、なんかヒロさんの目から例えば自分が持ってるリャンソーとかが3層がワンチャンスで見えてて、うん、なんかどっちが濃いかと言われたらリャンウーピンの方が濃そうなんですよね、ちょっと待ちとしては、うん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 、なんかそういうのも含めて結構押したくなくなりますよね、うん、まあ高いですからね、親リーチ、ここのリャンウーピン実はなんかしれっとチートイで復帰してましたがリャンウーピンやっぱ切れなかったですね、はい、さあ未だ白ポッチとパーソーが1枚ずつのこのリャンウーパーソー、山短くなってきましたが、あ、お、お、ついていた、僕なんか麻雀警察さんが人の白ポッチ握りつぶしてなんか切るのよく見るんですけど、あ、テンパしました、テンパしましたね、またテンパしました、ウーピン短期、ウーピン短期自体はまあ町としてはいないのかな、もういるか、1枚いますね、1個いますよ、これイーソー切れるか、イーソーノーチャンスですね、ノーチャンスなんだけど、リャンソー4枚見え、リャンソー4枚見え、3ゾー4枚見え、
ノーチャンスはノーチャンスですね。ただ桐生さんの3走が宣言杯なんで、それなんですよね。そうなんですよね。例えば1-1-3で持ってた時に両走が埋まるわけないんで、イーソーのシャブは残ってそうなんですよね、はい、なんで君だけ見えてないんだと、はい、切りました。こえー、はい、なんか指さしてる人いましたね。お前全員テンパイですね。ウーパーソー、リャンウーパーソー、ウーピンタンキ、はい、なんか見事な一曲でしたね。そうですね、皆さん、うん、さあ三人麻雀では珍しい流局を挟んで難一局一本バードラワサンズを桐生隼人の連チャンとなります。難あんこ、難あんこで、まあ、赤もあって、形自体はまあめっちゃいいわけではないですが、まあ上がることはありそうですね、うん、うん、いい部類に入りますか。いい、そうですね、ちょっといい、うーん、まあちょっといいぐらいだと思います。なるほどなるほど。なんか打点はあるけど形はなんか普通ぐらいの手ですね、うんうんうん、さあそして子供のハイパイ見てみますが、ここは少し形がまだ苦しいか。警察もリャンシャンテン、うん、チートイツ。そうですね、警察お得意のやっぱ、うわどんどん進んでいくな。お得意のチートイが勝手に得意技にお得意、ああ本当だ本当だ、はい、数速言いますよ。すあ切らなかった、切らなかった、さすがに筋引っ掛けしませんでしたね、はい、あ最後チーソン技に、そう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 、一気に、まあ、だからみんなツモがいいですね。そうですね、進んでいく。これとかどうするんだろう、うん、決めるならここで数走というのもあるが、はい、これはメンツで見ましたね、はい、うん、みんないい、うわどんどん進んでいきます、すごいな、どんどん進んでいきます。わ これは残したいか、分岐点ですね、はい、はい、割とチートイに行きたい範囲ですね、かなり。桐生さんは難波なのでポンテンはできますね、現状、はい、しそうですね、ポンザイ出たら、あ、わー入った、ドラだ、これで数層切ってリーチですね。出たチートイツ、得意技です、得意技チートイツ得意技チートイツですね。3枚いますよ、もちろん3枚いますね、はい、全員山です、一発、これ止まんないっす、これ止まんないっす、お、考えてるぞ、これ止まんないっす、あ、チーソー止まった、チーソー止めました、すごい、あ、一発、あれ、とんでもないものを見た気分。いや、桐生隼人の上がり系見てどう思うか。止まんなそうだな、チーソーは。うん。割とチーソー、あ、チーソー9万止まんなそうだね。止まんなそうっすね。うん。いや、これはとんでもない。止めましたね。素晴らしいですね。桐生隼人、技を見せた。さすが1位指名。オーディションを勝ち抜いてここに参戦しているだけはあるか。まあもちろんね、トップ目であることと、あとはなんか一応チーソー切ってもイーシャンテンに受けれるっていうのもありますけど、まあ止めない人がほとんどな気がしますね、あの9万は。そうですね。ニコさん、ハイパー良かったですね。めちゃくちゃ。はい、ニコさん親番持ってきて、この親でちょっと挽回したいですよね、今跳ね間打っちゃったんで。そうですね、いや見事な9万止めでしたね。そうですね、うん、なんかチートイの匂いみたいなのがあったんですかね、もしかしたら。なんかそこまでなかったですけどね、手配的に、そこまでなかったと思いますよ、はい、うん、はい、まあニコさんのハイパイがいいですね、はい。桐生さんはいまいち、ここはやっぱ図抜けていい感じでしょう。そうですね、初ポンテン聞く形、あ、初ドラ表示じゃないか。そうなんですよね、そこだけ結構ネックですね、うん、まあ、ただ想像の部分もね、3-4-5-6-6の形なんで、あ、テンポイした、はい、これ一旦黙りますか。おっとリーチしました、リーチ強くいった、リーチローソーと初待ちですね、はい、私忘れたの、初で上がったでしょさっきと確かに、うん、確かにさっき初でしたね。そうですね、どうせまた警察が撃つんでしょとリーチをかけていきます。さあ麻雀警察安牌がない、チューンはドラ、イーソー切りましたか、はい、はい、端っこってやつ、端っこアタック2枚持ちってやつですね、はい。さあこの初とローソーのシャンポン待ちですが、初は先ほども申し上げたように山に1枚、うん、ローソーもどうやら1枚ですね、はい、はい、ただローソーは他の人から出ないので、まあ初はもしかしたら出るかもしれないですね。そうですね、うん、まあ、ドラ表示俳優ですからね、1枚切れみたいなもんですよね。そうですそうです、はい、掴んだ人が危ない、特にこれ警察とか掴んだらまたどうでしょうね、はい、安牌が増えないと候補に上がるかもしれないですね、切る。そうですね、うん、さあ追いつくもあるのか、お、イーシャンテン復活、
チュンドラ、チーソームスジです。もちろんスビももちろんムスジ、なんか中途半端にリャンソーか現物になっちゃってるんですよね。うん、ということで1回リャンゾーと、そうですね、2枚押さなきゃいけないですからね。ドラのチューンを含めてスーピンも基本押すことになりそうなので、はい、まあ、一旦引きましたね、はい、これ押したくないですよね、冷静に見て。親リーチで花1枚抜いてて、キリュウさんはもう結構ほぼ撤退してるので完全に、はい、初は出ないですね、ここは、はい、だいぶ形崩してますね、誘惑でもさっきリアンソー切ってますからね。これリアンチュン切ってたらもちろんこれでスーピンギーリーチになったでしょうけど、パーピンが一応現物か、まあね、パーピン、あー降りましたね。そうですね、はい、うん、ウーソーは一応中筋ではありますね、うん、じゃあパーピン、次ウーソーか、ウーソーチーピンが通った、チーピン、はい、はい、麻雀警察降り切れるか、まだ初引くと切る可能性はゼロじゃないですね。そうですね、まだ切る可能性あります。ローピン通って9ピンかな、9ピンもションパイなんですよね。うーん、9ピンションパイ、ウーソーが中筋、まあいっそのこと枚数落とすんだったら両ピンもしくはスッチッソーで落とすって手はありますね。なるほどなるほど、1枚通せば3枚みたいな。そうですね、どれかだと思います。麻雀警察のチョイスは E ピン、 E ピンを選びました。はい、これは両ピンのワンチャンスですか。ワンチャンスを選びましたね、はい、ウーソーは赤なので切りづらいって感じでしょうね。あとこれで数ピン行くんじゃないかな。あ、掴んだ、行くか。さあこれですね、これをどうするか。チューンは切れない、チューン切れなくって中筋のスー、あー、初いっちゃった、初いっちゃいましたね。中筋スーピンっていう手もあったんですけど、はい、マジハイの方がまだマシでしょうと、はい、リーチ初ドラさんですね、はい、1万2000点です、うん、いやー、麻雀警察初ちょっといやー、ちょっとアンパイ増えなかったっすね。ねえ、うん、じゃ次の曲が第一だとかで切らないかな、初もう嫌だっつって初待ちされてますからね、まあ狙ってるわけではないでしょうけど、まあもちろんね、もちろん、はい、狙ってはないですが、なんかああいうのを見るとやっぱね、枚数切るのもやっぱ大事だなって思う時もありますよね。うん、そうですね、あれリャンピンとかスチソーを選んでれば、まあ、そうなんですよね。まあでもそれが当たることもあるわけですからね。そうなんです、そこは難しい塩梅ですよね、はい、枚数とか早めに切っとかないと終盤に3枚切るわけにはいかないってなりますから確かにドム筋行くことになりますからね。 そこら辺の塩梅は難しいですよね、はい、はい、さあ親番の連チャンとなります。藤原さんの連チャンです。ドラが言いそう、うん、今回手配が良さそうなのは警察は微妙か。警察キリュウさんは結構ひどかったですね。うん、うん、ここは結構きついです。なので他方は厳しいですね。はい、ニコさんがまあめっちゃいいわけじゃないんですけど、相対的に見ればめっちゃいいですね。そうですね。ちょっと子供が悪いすぎる。はい、おっと3ピンから行きましたね。はい、一通の可能性とかを。というよりも多分何を残したんだと思いますけどね、うん、どちらか意識的には何ションパイなんで重ねるっていう意識でしょうね。ああ、なるほどなるほど、泣いていきたいと。2ピンでどうするか、ね、あ、やっぱ残しますね。ただ多分3ピン切るなら9ピン切る人の方が多そうですけどね。2度受けの愚形を払うんだったら889と133だったら、なるほどなるほど、うん、9ピンの方を先に切った方が良かったようには思いましたね今ね、うんうん、なんか切れた。そうすると何合わせ打つか、初、まあ初も1枚切れですね。まあ次の横杯で切りそうですね。切りそうですね。お、麻雀警察も一歩一歩進んできてます。そして桐生隼人も一歩一歩進んできている。一歩進んでいますね。小型が追いつく展開もあるか。ニコさんが良かったけど、なんか割とみんなと並んできましたね、うん、速度感が。やっぱりなんか3番って有効杯の数が多いんで、こういう追いつけ追い越せみたいなのよく起こりますよね。ありますあります、ニコさん一個も進みませんね。一応いいシャンテンだが、これはいいシャンテンと呼んでいいのか。あ、呼んではいけませんね。あ、いけないいけないすいませんでした、はい、あれはちょっといいシャンテンとは呼べないですね。はい、まあ、グケグケですからね。うん、ニコさんももう進まなすぎて安牌何残しましたね。どうする、初は安牌、安牌です。おっと、数ピンを切り出しました、うん、ピンズにメンツを求めた形か。桐生隼人もいいシャンテンになってます。そうですね、あ、ニコさんがこう、ニコさんがむしろ一番なんか、そうですね、相当後手を引きましたね。そう、
なんであのハイパー入らないのと ずっとつもぎってるんじゃないですか、マジで。そうですね、うん、ほとんど自敗でこれ、はい、花を抜きました。なんか引きたい。あ、一応イーシャンテンですか。お、イーシャンテン取らず。イーシャンテン取りませんでしたね。これはすでにもう誰かに警戒しているか。イーシャンテン取らなかったのは、うん、特に場に情報は落ちてないように思いますが、ないはないですね。まあ確かに別にイーシャンテン取ったところで、あ、これ、ね、形は悪いは悪いですけどね。そうですね、うん、ちょっとやめ気味の進行っぽいですね。まあやめ気味、やめ気味。でも回ってたら、はい、良くなってきましたね。やめ気味というより、はい、まあ、なんか形良くしようとはしてますよね。うん、そうですね。形いい時に行こうって感じでしょうね。さあ、こうなるとしかし、あ、いいとこ行った。これスチそうだ。一番って。これ黙りそうだな。終わったりしましたね。強気に行く。はい、すいません。僕はやっぱ黙っちゃうんですけど、リーチしましたね。うん。メンタンピンドラ5から。あ、追いついた。これはダマですね。ウッパーピン現物待ち。はい、ただウッパーピン現物待ちですが、はい、警察が持ってない、持ってないですし、ウーピン3枚45、まあでも3枚いるんじゃないですか。ウッパーピン、じゃあ勝ち目も十分全然ありますね。ウーピン1枚パーピン2枚、はい、しかも麻雀警察は切るかもしれないですからね。切る可能性ありますね、現物待ちだから、うん、あ、掴んだ。これどうするか。パスを行ったんですよね、さっき。いやー、これも行くか。どこで降りるかの勝負なんですよね。うん、バランス。そうですね。気流バランスだとこの数層はどうなんだ。割と数層は危なく見えますけど、どうでしょう。うん、やめましたね。止めた。素晴らしい、素晴らしいですね。すごいなこれ。素晴らしい。いや、だってパーソー行ったんですよ。パーソー行きましたね、逆ですよね。やっぱパーソー行ったからこそ切れないっていうやつですよね。はいはい、確率上がってるから。うん、特にそのローソー早く見えますけど、このルール5が全部赤なので、ローソーの早切りのスッチソーってはもう頻発しますから。あ、まあ赤5、うん、6、6みたいなとこかね。例えば3ピンの早切りのリャンウーピンとかはちょっと信用度上がるんですけど、はい、ローソーの早切りのスッチソーってのはあんまり信用できないですよね。あ、打点上がったが、いやでももういかないですね、うん、そういう感じじゃないですもんね。そうですね、パーストで、はい、まあ、ローピンにするのかな。ローピンにしますか。はい、はい、さあスッチーソーが続々と吸収されていって、そう、はい、もうこういう上手い人がいるからダマにしたくなるんでしょうね、僕も。うん、ね、まあ打ってくれるならリーチ、そうですけどね、止められちゃったりするんですよね。全然いいけど、あれ止められるとちょっとな、やってないな、つも戦みたいになっちゃいますもんね。一応7が一番いるんですかね、これ7が、はい、7ただこれで藤原さんのツモ番が、そうですね、7が一応1枚いますね。1枚いましたが流局、はい、天敗仕返したが、まあいかないでしょう。安牌がないです。ああ、完全安牌は3ピンがあるのか。はい、3ピンいりました。はい、はい、お見事ですね。はい、うん、スッチーソー天敗、藤原さんの一人天敗ですが、桐生選手本日ビタ飲み2回目ですね。そうですね、 Q1 スッチーソー、スッチーソーはまあ止める人、Q1 の方がなんかすごい感じしましたね。確かに Q1 はなんか、うん、パッと切ってもおかしくなさそうだったんで、いやすごいな、うん、やっぱり、うん、ザンリーグですね。ザンリーグですね。ザ・ザンリーグですね、ザが2つ続きますけど。はい、はい、さあ本場積んで日本馬教託1本、麻雀警察にシャート初両方役配ですね。統一の実装からさすがに切りますか、これ。本一見て、ね、はい、本一もそうですけど、単純にやっぱあのチートイが得意技のチートイもあるんで、チートイ考えた時に本一とか以前にやっぱ自敗切りづらいじゃないですか、メイン本チートイとかも含めると。まあそうですね、そうなると、まあチートイならそう、はい、なんかそうなると結局実装しか候補がない気がしますね。うんうん、うん、なるほどなるほど。さあこの曲ドラは花灰ですが、ドラを抜い、花灰を抜いてるのが子供の2人、はい、お、タツ取れました。はい、チュンから聞きましたね。チュンから、これちょっとぼかしてます。ぼかしてるところはありますね。ね、まあ割とぼけないですよね、チーソーパーソー切ると。まあただやっぱりポンした後に数層が出てくるのと、ね、はい、じゃあ結構違うので印象は、まあそういう部分はあるでしょうね。うんうんうん、まあなんかね、その小細工しないと止められるんでね、これちょっと、はい、こうなるとちょっと泣かないまでありますね。そうですね、うん、チートイのイシャンテンになったので、これなんか泣いた時に皮が派手じゃなかったら、例えば初ポンした後の、はい、
シャーが泣けたりウーピンパーピン3ピンあたりが泣けたりっていうのが考えられるんですけど、ちょっとヒロさん麻雀警察さんの顔はね、想像想像チューン想像想像ですから、はい、そうやっぱり警戒されちゃうと全部出なくなるんで、なんかチート入れ行っちゃった方が早いかもしれないですね、はい、そうですね、はい、桐生隼人 TP の統一落とし、これはすごい攻撃的な打敗ですね。お、まず、まあ、普通に考えれば管理図を払ってもいいんですよ。ただ、はい、ヒロさんがこういう風に想像、ね、ないって分かってるんで、関連図は残したい、はい、じゃあ E1 と チーピンどっち切るかっていうと E1 は残ってそうなんで E1 を残したって感じですよね。 あんこにして受け入れ広げてやろうと、そういうこと、そういうことです、はい、結構攻撃的な打敗選択ですね、これは、うん、E1 はその読み通りいます、2枚もちろんいます、なんで素晴らしいです ね、はい、ね、そりゃそうだ、桐生隼人が読んだんだぞ、2枚いるだろう、あ、6かな、はい、これでチートになりました、リーチしますか、あ、ちなみにこれメンホンチートは小車輪なんですよね、はい、メンホンチートは小車輪6班からですが、これ結構リーチしちゃうと一気に何の出は悪くなりますね、まあそれはそうでしょうね、はい、この捨て牌ですからね、この捨て牌ですから、まあただね、はい、引くぞと引くって感じでしょうね、うん、まあでも出る時も出るみたいなのもあるかな、これ桐生さん花々ですよ、はい、押したくなってきた、キューピンきちいな、吐くもきついんですよ、同じ理由で、そうですよね、あ、まあ、まあこれはリーチのメリットの方ですよね、そうですね、逆に言うと、はいはい、当たり牌以外でやめてくれると、そうですね、いわゆるヒロさんのリーチに何以外の自敗全部止めさせる効果が結構あって、うん、そういうメリットありますね、もちろん放来率自体は上がる、ちょっと下がりそうですけど、はい、自分が被害を受けることは少なくなりそうですね、リーチの方が、なるほどなるほど、流局して、まあ、テンパイ量だったりみたいなのが、そうそうそう、ね、最低ラインに、そう、他の人がツモ上がったりとかなくなりそうですね、追いつきましたよ、これはリーチじゃないですか、はい、現物だけど強気にリーチいった、現物って言ってもね、現物って言うのチーピンないですね、チーピンがねもう1枚しかないので、数ピン狙いでいきましたから、はい、あー、いい、スローモーションリアンスを切ってスローモーション、スローモーション、どうでしょう、すごい、一発つもリーチ、一発つもピン風ドラドラドラ7班から、はい、裏は裏2個乗ってますね、2枚バイマン3枚ですね、しかもこれは大きい、あとめくってて、しかもそこにありましたね、さっきちょっとちらっと見ましたけど、山崩壊してるんだけど、あれな山の奥底にいましたね、今ね、完全になんか、はい、3枚ですね、3枚ですね、一発裏裏、はい、1万2000は1万5000オール3枚、1万5000か、1万5000、2本馬か、あ、すみません失礼しました、2本馬で1万4000オール、ね、はい、の3枚、さあ親番コツコツ積み上げてきて、とうとう出ましたね、大物手、いやー出ましたね、スッチーピンもね、あんまり感触良くなかったでしょうけどね、チーピン自分の目から3枚見えてて、はい、どう考えても本一っぽいようなヒロさんがね、スーピン持ってそうなんで、そうですよね、それでもリーチしたおかげで一発になりましたね、一発になって裏裏もついてと、かなり大きいリーチでしたね、はい、これで藤原さんがダントツのトップ目に、そうですね、トップ目になりました、なりました、ヒロさん厳しいですね、そろそろ止めたい、ヒロさん一気に厳しくなっちゃいましたね、はなはなドラドラあるんでね、そうですね、はい、打点はあるので、まあ、どうにか役作って上がりたいです ね、うん、ですね、はい、役を募集してます、おっとニコさん調子いいでいいんじゃないですか、これチーストー入りましたよ、うん、さあキルブロどうでしょう、なんといつ、まあ、ただ打点がありますし、はい、その現状やっぱライバルとは言えると思うんですよね、トップ目がいるので、うんうん、トップ目が親なので泣いていくとは思いますね、まあ一回流してと、もう仕方ないと思います、はい、本番も取ってと、本番もあるし打点もあるしってことで形は悪いので、はい、突発とかだったら一貫するもあるかもしれないですけど、この曲ね、自分がおとなしくして、じゃあヒロさんが上がる、親が上がるのどっちかが起こると、もう自分はトップ取れないわけですよ、うん、基本的に、うん、なんでこれはもう仕方なく泣くとは思います、はい、まあ、自分が上がって、そうですね、まあ、曲を進めましょうと、曲進めてトップの可能性を残しましょうって感じですね、はい、かぶりもさせるし、麻雀警察イーシャンテン、はい、両面両面になります、うん、結構まとまりましたね、まとまりましたね、はい、まとまりました、三蔵これどうするか、ピン図が若干良くなさそうなので、もう赤ウピン切っちゃうっていう点もありますが、まあ、リアンソーが2枚見えなので普通に、うんうん、切りましたね、ここは見た目前すると、はい、これはまあ普通というか当たり前というか、はい、はい、
うん、まあ自然な選択には見えます。はい、さて藤原さんも一応いいシャンテンなんですが、ハット切りますか。うん、そうですね、カンサンピンカンチーピンなんですよね。そうですね、うん、いや早いよ来るのとパーソー切っちゃってるんですよね。さてどうしましょう。うん、さっきの理屈で言うと9ピン切りますか。キリュウさん三蔵が良さそうだからってことですね。はい、キリュウさんの打ち筋的にはそうですなんとなく分かってましたね。はい、9ピン切りそうですね、さっきの理屈で。なんでますよ、うん、なんでそうです、ね、あ、出ない出ない、一回止める、まあ、パーソン切ってますからね自分で。うん、お、テンパイしました。これはリーチしますか。はい、はい、リーチしましょう。6球ピン待ちリーチ。ロー球ピンは9がこれ球ピンの統一落とし途中ですからねいやー参ったなと。参ってますね、やばいなって思ってるでしょうね。9が1枚と、6が2枚、 6、2枚いますね。はい、3枚山。はい、ねえ、メンピンドラさんから、まあこれ9ピン打つ気はしないですね桐生さんはね。うんうん、うーん、でも安牌あんまないっすよ。何切りましたね。何は何統一落としました。おっと、これテンパイだ。テンパイだけど統一落としか。カンチーピンですがリーチはいきませんでしたね。はい、闇点に構えます、うん、一応ねリャンウピン引くとスチーピンになったりもしますし、あと単4もつきますね。サブロッケースで、あ、言った通りの、はい、予言者、これでスチーピンにはなりました。パーピンはまあ切りますか。まだダマの可能性もあります。おお、リャンピンの方を切った。リャンピンの方を切った。あれ、リャンピン通ってました。リャンピン通ってないですね。ないですよね。リャンピンっていうか入ったところですもんね。うん、切るならパーピンの方を切った方が良さそうですけど、さすがにですね。なるほど、パーピンの方が危ないと踏んだか。切るならパーピンじゃなく、うん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 、まあでも危ないと踏んでもさすがにの役なしですからね。なるほど、うん、役割同士の比較だったらまあ別にパーピン切ってもなんか理屈はあるかもしれないですけど、役なしだったらさすがにパーピン切った方が良さそうですね、うん、まあ、これやめるんですかね。ですね、まあ、やめるとは思います。まあ、ちょっとやめたがってますよね。なんかテンパイだからしぶしぶとりあえず取っとけみたいな感じで、うん、まあ、2ピン切れるし相図中抜きもできるし。そうですね、はい、まあ、やめました、うん、まあトップ目なんで、うん、やめて全然いいかなって思います。キリュウさんはまあ降りますか。降りますね、まあ、ギャンソは通りますね。はい、まあ9ピン捕まったんでね、はい、ちょっと嫌ですよね。うーんってね、これがデメリットなんですよね。なるほど、さ、 あのさっきの統一落としの E1 とかチーピンとかって攻撃的なんですけど、はい、リーチが入ると途端にきつくなるというか、うん、まあ、そういうデメリットの部分が出ましたね。これ9ピン統一落としの、まあ、表裏一体ですよね、こういうのは選択。そう、まあ、表裏一体ですね。はい、お、これはまだテンパイしてないか。リャンピンが通せるかな。うん、さあ6球ピンまだいるが隣だよ。6球ピンどうです、流れましたどっかに。まだ、いや、なんか全然まだまだ3枚いますね。いるような。あ、違うよ会社、まだ3枚いますね。うん、山全然ないですよもう。あれあれ、この2、3枚いるの。これもう 20% くらいあるよ。え、あらららら、え、次のつもやばくないですか。次やばいですよ、濃度あ、9ピン1枚来ました。残り2枚、はい、2枚ってことはどういうことですか。あ、6ピン1枚いった。あ、1枚、1枚ですね。6、7、8、8分の1です。 12.5% ってやつですか。おお、さあ擦ってます。ありますよね。あ、ここにいた、めっちゃいましたね、奥深くに。あれ、これテンパですよ。あ、まあまあまあ、さすがに取ってないですね。無理ですね、はい。麻雀警察の一人テンパイで入局です。裏チラ見してますね。キリュウさんはこれでまあ2着狙いになりますね。ニコさんがまあトップの可能性、まあどちらかというと麻雀警察さんの方がねトップは目指せる可能性高いですよね、親なんで。はい、南三局オーラスになります。ドラが9層麻雀警察の親番。マージャン警察さんいいですね。2万2000点、2着4万5000点、1着8万2000点って感じですね、うん、ただ本場流局したんで4本場ですね。そうですね、つまり積もるだけで8000点と。でかっ。最低でも1000オールなんで、どんな積もでも1万点以上の加点にはなります、すごいことになってます今本場が。うん、沸騰している。なのでこれ広い、わ、いいですね、いいですね、いいですね。これは来たか、いいですね。俺の時代か。お、何をポンして。ニコさんも決めに行きたいですよね、本場が大きすぎるんで。あ、4だよ。これは数層でしょう、はい、そうですね、うん、
麻雀警察盤石のイーシャン店になりました。これどうすんだろうな、これポンするのかな、スーピンパーピンサブロッソ上がり、あーあーこれは最高だ、リーチかこれは最高だ、オープンまでしちゃうか、いやオープンもありますよここまで来るといや割とマジであると思います、オープンする理由があるんですよね出上がりよりツモが美味しすぎるっていう、まあそうですね、うん、まあただ仕掛けも入ってるし普通のリーチにしましたね、しましたね、さすがにですね。さあサブロ急走一発はどうだ、あこれニコさん危ないですよ、うん急走浮いてますね、急走浮いてます、はい、これパーソー入らなかったらおっとおっとここで急走重ねました、はい、これでも出そうにないですね、ローピン抜いたってことは多分次イーソーとかスーソー抜けるんで現物の、うん、まあ安全な配置っていくかと、ね、あの瞬間に例えばウッパーピンが入ってテンパイとかしちゃうとワンチャンね、スモースモーリーズモタンヤオドラ1、んうわねえ今見ました、パーピンのところをさその乗れってやったのに3ピンのところ乗せちゃって、はい、リズム対応ドライチ9000が1万3000オールですねえ、はい、の3枚、これは大きいこれはでかいぞ、麻雀警察トップまである、はい、さっき言ったようにトップを狙うんだったらヒロさんの方が近いと言いましたが実際そのようになってきました、はい、これだって点差何点で差ですか、1万6000点差ですよ、ってことはさっき言いましたよね、はい、何上がっても1万点、はい、何積も今5本場なんで、うん、もうちょい点差ありますね、2万点差かな、2万点差か、そうですね、2万点差なので今5本場なので、はい、ツモで1万5000点差が縮まるんですよね、本場だけでですね、本場だけで縮まるので、はい、つまり、2000オール以上でいいですね、2000オール積もって逆転、2000オールは7000オールでちょうど2万1000点差つくんで、7000オールが、はい、2000オール以上でいいですね、サンマの恐ろしいとこ出るか、はい、2000オールってことはチュンドラ1とかでいいわけですね、はいはい、ただこの本場によって条件が緩和したのはキルさんも同じですからね、そうですね、はい、キルさんは3万7000点差ですけどどうですか、倍積もは OK ですね、多分6000、1万は1万1000、1万5000、3万7000、同点どうですか、1万5000と1万5000と22、そうですね、3万7000差縮まってちいちゃは桐生さんなんで、あじゃあ倍率もトップだ、倍率もトップです、桐生さん桐生さん倍率もトップですね、ちょうど倍率もトップだ、はい、これは、うん、全員に目があるオーラスになったのではないでしょうか、すごいな、ただ桐生さんはもう倍満ではなくって2着ですね、はい、2着狙いですね、2着はかなりやりやすいですね、そうですね、はい、積もればもう2着かな、うん、ドラドラあるので、麻雀警察にペンチピンが入ってリャンシャン店になります、はい、まあ麻雀警察はもう何上がってもトップですね、はい、積もると、まあ、花も抜いてるし、はい、これで急走、ああ盤石です、盤石です、先輩桐生隼人カンパーピン、これもうニコさんパーピン持ってきた方がいいですね、いやもうそうっすね、打っちゃった方がいいっすね、これね、刺せるには刺すことはできないでしょうけど、まあ、刺すっていうのはもうパーピン引いてきたらもう切ると思うので刺す切りたいですよね、もうねサクッと、はい、広さはもう何引いても、これはローピンですか、ローピンいきますか、まあ、ドラキューピンなんでね、はい、ポンテンも取るでしょうから、お短期にするか、キューピン短期、あこれ羽マンになりましたよ、はい、羽マンになりましたが羽マンは直撃するとどうでしょう、トップ目から3万4000買えるんで足りないですか、あお追いついた、これはリーチしますか、リーチだ、麻雀警察が試合を決めに行くリャンウピン待ちのリーチ、リーチをするとリーチどうでしょう、リーチをするとどうですか、リーチペイドラドラ漫画になって1万7000点差なんで、リーチをしても桐生さんから出ると意味はないはないですね、ただハネマンになったりするとリーチする意味はありますね、キルさんから出た時裏位置ハネマンなんで、はい、1万8000点は2万3000点になるので、はい、あ出た、そう今待ち変わったんですよ、いや素晴らしいですね、これ2着ですか、これがチュンドラさんで満願の5本場直撃でもトップまではいかない、いかないですね、ただいかないですね、あと2着でもないですね、あ届かず、届かずですね、ギリギリ届かないってやつですか、
チューン1、2、そうですね、届いてないですね。そうですね、2000点足りず、うん、ただ、桐生隼人、かなり見せましたね。かなり見せたと言っていいんじゃないでしょうか。まあ、ああいう風に止めたとしても、そのラスを引いてしまうっていうのが、またサンマっぽいところではありますね。そうですね。うん、まあ、ただ最小限の失点に抑えたと言えるでしょう、はい、素晴らしかったですね。はい、残企業リーグ第4試合トップを獲得しましたのは藤原ニコ選手、2着になりましたのが麻雀警察選手、はい、そして3着見せました桐生隼人選手となりました。はい、ただまあみんなね4万点台4万点台5万点台みたいな感じなので、素点差はそんななかったですね。そうですね、結構丸く収まった試合と言っていいのではないでしょうか、うん、はい、なんで素点差は少ないので、さっきのヒロさんとかの浦さんとかチップとして大きく、はい、ちょっとね、そうですね、比重がねやっぱなってきますね、はい、って感じだったと思います。はい、それではこの後はトップを取りました藤原ニコ選手にお話を伺いたいと思います。企業リーグ2022年、毎週水曜日曜放送中です。見てください。見てね。はい、残企業リーグ第4試合トップを取りました、藤原ニコ選手に今回はお越しいただきました。藤原選手、トップおめでとうございます。おめでとうございます。はい、いや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 、うん、スーピン一発で気持ちよかった。気持ちよかったですか。あれ感触良くなかったですよね、スーピンね。あんま上がるかなって、あんまり上がれる気しなかったですけどね、はい、そうですよね、俺だから知らないと思う。いやいやいや、見事な上がりでした。もう麻雀警察がねピンズの本一やってて本当にいい勝負だったんですけど、うん、見事一発で積もって裏2枚と決定になりましたね。でもあれ本場がなんかどんどん重なったんで、結構ねラス目だった麻雀警察さんが羽マン積もるだけでもう危なくなってましたよね。そう、結構危なくてもう差し込んじゃおうって思って、うん、ああそう、はい、そうですよね、うん、あれ持ってはなかったんですけど、まあ、途中までカンパーピンだったんですよ、桐生さんが、うん、でなんかごちゃごちゃしてると、まあ、ごちゃごちゃしてる間に、はい、差し込みやすいローピンになってくれて、うん、はい、よかったですね、あれはね、うん、あの1個気になったんですけど、リーチにリャンピンをしたの覚えてます？リャンピン、リャンピンをしたのなんか2345568みたいなカンチーピンの、はい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 、あれパーピン切ったらスッチーピンだったんですけど、ちょっと普通にじゃあ気づいてなかった。いや気づいてたかもしれないけど、ノリでやっちゃいました。ノリ、はい、ノリがね、いやまあ3番はね、ノリでトップ取るゲームですから、いや間違いないです。いけるだろうみたいな感じで、いけると思います。はい、まあいけましたもんね。いけました、はい、いやでも素晴らしい一戦でした。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。というわけで残企業リーグ第4試合、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、うん、次回の対局は梅田健康麻雀2豆目アルタイルジャパンカジノ部の対戦カードとなります。実況には麻雀特化ゾーンワケベ選手と、解説にはまたしてもワセリンさん、また僕ですか、はい、はい、もうどんどんやってもらいますよ。はい、わ、はいはい、かりました。お招きしております。次回もお楽しみに。それではこの辺で失礼いたします。さようなら。さようなら。